バスケットボールは好きですか？はい、大好きです。どうも、バスケットマンです。そんなあなたに、インヤフェイスということでやっていきましょう。はい、今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。今日はですね、近々開催されるスニーカーのフェスのお話をしたいと思うんですけども、11月3日にですね、なんと、茨城でですね、大型スニーカーフェスが行われるんですね。なんと私のところ DM が来まして、ぜひ、ゲストとして出演していただいて、出演してほしいということで、バスケットマン、11月3日にそちら出演させていただきます。どこでやるのかって話なんですけども、これはですね、茨城県のですね、どこだ？はいはい。タイムアウトってことでちょっと今確認します。茨城県の、どこだっけな、アラディン。アラディンというところでですね、大型スニーカーが行われます。そこでですね、なんと、スニーカーのプレゼントの企画もあるんですよ。そちらのね、スニーカーのちょっと発表させていただきますと、まあ、インスタグラムとかね、結構出てるんですけども、まず1個、来ました。ジョーダン1、リバースシカゴ。はい、ここのチャンネルでも、ご紹介させていただいた八村選手が記者会見で履いてたリバースシカゴ、まあ通称ジムレッド、逆なんですけどね、はい、そちらがですね、プレゼント企画になっております。まだあります。はい、まだ、はい、皆さん大好きオフホワイト、はい、オフホワイトのエアホース1、はい、これもプレゼント企画に入っております。もうすごいことですよ。なかなかオフホワイトをねプレゼントできる、なんていうプレゼントをするなんてことは太っ腹なイベントなかなかないと思うんですよ。で、ジムレッド、そう、リバースシカゴもそうですし、なかなかね、それを入って、ね、抽選で当たった人に、はい、プレゼントですよ、なんてことなかなかないんで、もうこれはハーフタイムでね、ガーってね、ハーフタイムラインからスリーポイント入れてもらうぐらいのすごいことだと思います。あの賞金はめちゃくちゃすごいんですけども、それと同じぐらいね、オフホワイトのエアホースなんてなかなか超レアじゃないですか。それをプレゼントできる企画、イベント、なかなかないんで、ぜひね、11月3日は、茨城県のアラディンっていうところで、まあ、住所ここ載っけときますんで、12時から5時までそのスニーカーフェスやってますんで、ぜひ皆様ね、お越しください。ぜひ私見かけたらですね、お声をかけていただけたらありがたいと思います。ということで今日はね、告知の方失礼いたしました。はい、今日紹介したのは11月3日に行われる大型スニーカーフェス、茨城で行われるアラディンですね、12時から5時まで。はい、バスケットマン、行くよ。